またこれまでに震度の大きかった熊本県益城町や南阿蘇村の南西部にあたる浮島市や八代市などでも地震活動が活発だということです気象庁はいつ大きな地震が起きるかわからない状態で少なくとも今後1週間は震度6弱前後の強い揺れに警戒を呼びかけています